浜田康則と荒木凛太郎の一人じゃ怖いもん。1年久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりですね。いや、ここを確認したところ、多分2023年ここ使ってない。そうだね、おそらく40本超えたぐらい動画上げてるんだけど、うち半分以上うちです。そうですよね。いやー、お世話になりましたね。もう撮るとこないからね。まあ、今後もレコーディング風景とかはあるでしょうが、まあそうですね、なるべく外に出よう、なるべくね、やっぱりもうそれがすでに来年の目標じゃねえかってところではあるんですけど、来年の目標というより今年の反省ですよ。そうだね。甘えすぎた、甘えすぎたペースも落ちたし、まあまあ続けてることが大事なんですけど、さて、ということで、年末、年末ですね、恒例行事でございます。はいはいはい、お互いの1年を表す漢字を、はい、はいはい、まあやってるわけです、はい、やってきたわけですよ。まあやってきたっつってもまだ1回ぐらい。だから2回年越しやってるんですよ。そうだね。で、1回、うち1回はサンライズイズムね。そうか、そうだそうだ、うんうん。で、去年の年越しがここでそれをやった漢字を発表って、はい、ね。ということで、まずは、はいはい、昨年の1文字か2022年の1文字、はいはいはい、思い出そうということでちゃんと撮ってありましたよ。よくありました。俺もびっくり。驚いたことにそこに日付も書いてあって、はいはいはい、よかったね。いや、本当に1年ぶりじゃんみたいな。いちょっと出しましょうか。出しましょう、お互い。じゃあ、はい、せーの、これですね。2022年12月29日に、はい、書いたやつですね。今年の漢字ということで書いたやつね。2022年の1文字漢字、お互いの。僕は始めるという始まった年ってこと、ね、そうそうそう、僕が考えた年って、うん、始まったのか、なんでかなってずっと考えてたんだけど、日付も始まった年なの。あ、そうでしたっけ、うん、2022年の4月から。そう、あー、そっか、あ、そっか、今年の4月で1年、そう、丸1周年って言ってたから、なので、あとあれだね、それまでお世話になってた音楽教室を一つやめて、独立、そう、自分でもちょっと教え始めますよっていうことで、この始める、うんうんうん、なんかいろいろ、なんかカメラさんが、うん、その同じ音楽教室いたけど、うん、それをやめて僕が引き継ぐことになったから、はいはいはい、ちょっと何だろうな。多分見返せば分かるんだよね。そうですね、喋ってるな。まあでもいろいろ考えだ、それでいろいろ考えたんだ俺は。あ、そういうことか、やめんのか。ちょっと新しい、まあ、新生活をね、なんか40もなったしっていうことで始めるで、僕はじゃあこの先のこと考え、ちゃんと考えようって思ったんだろうな。なるほど。どうでしょう、うん、去年ここにリンク貼っとくわ。確認しましょう、うん、今のところあとちゃんといい話してるな。そうですね。いい年でしたね。そうだね、22年は初めだし、僕もいろいろ考えられたし、うん、それでその上でだね、うん、2022年の12月29日に、うん、今年の漢字を書いて、2023年はこういう年にしましょうと。そうで、正解は1年後みたいなことをやったって。もう先に1文字書いておこう。そうだね。で、じゃあそっちを、そっちを出します、はい、さあ、これも取っときました。よくあったよ、ね。すごい、つつがなくいきますよ。せーの、どん。はい、こちらでございます。おっ、起きるね、僕がナース。そうだね。でも俺ちょっと始まるからつながっていく感じで、まあ起業の木であったり、ね、新しいことを起こしていくよみたいな、立ち上げるとか言ってたような気がします、ね、うん、そうそうそう、立ち上がりました。立ち上がった。あー、素晴らしい、うん、まあでもまだ上がっ、まだ今直後ぐらいかもしれないけど、でも上がったんじゃないかな。まあ、結婚も発表したのもあるけど、はいはいはい、新生活も始まって。そうか、結婚発表いつでしたっけ。4月、今年の4月。引き続き起こし中かもしれないけど、いろいろやりましたもんね。なんだっけ、どっかドラマの、あ、そう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 、動画制作の音楽をちょっとしっかり関わらせてもらったりとか、そうだね、音楽教室というか個人レッスン、個人レッスンもしっかりやってだいぶ慣れてきてるっていう感じかな、うん、
まああとはあれだね、東田やったりも。ああ、そっか。結構そのいろんなことは。おみこしを立ち上げる側になったっていう。そう、自分も立ったしね。なるほどね、そうだそうだそうだ。まあ縁起のいい年だったの。そうですね。役年だったんだけど。あ、そっか。うん。役年の割には翻訳だったんですよ。おお、にしては。にしては全然悪いことはなかった。いやー、わかんない。あと4日、5日あります、ね。怖いこと言うな。最後の最後に。軽いや。駆け込んでくる可能性ありますからね。体調崩さないようにしてください。はい、ありがとうございます。今日はナス。ナス。なせてはいなかったかな。俺、今でも覚えてるよ。なさないとって言って出してる。うん、あのね、そのなさないとって気持ちがずっと空回りした1年だったかな。空回りしてたのかな。でも、あがいたから、空回りというよりあがいた感じ。いろいろ、なんかライブとかもそう含めて、はいはい、コロナ明けたなって感じだったじゃないですか、今年。そうだね、だから路上もどんどんできるようになってきたし、うん、イベントももう普通にやってるもんね。そうですね、うん、だから街フェスとか戻ってきたから、いろんなところに顔出させてもらったりとか、うんうんうん、そうですね。ですね、で、あとは音源も作らせてもらったりとかもあったし、一応配信も何曲かかけたんじゃないかな。かけてたね。あとそれこそね、あのこの間手伝わせてもらったけど、あれも新しい試みではあったし、うん、バンドで、そうですね、舞台の音源も作らせてもらったし、うん、まあ、なしたっちゃなしたっだけど、まあ一個一個着実になしてはいってるんじゃない。そうですよね、うん、悪い年ではなかったかなと、まあ思っております。いい年だったんじゃない。いや、そうですね、うん、楽しかった、楽しかったです。まあいろいろでも露出できるとこ多かったね。そうですね、そのマチフェス、うちらもほら、はいはいはい、マチフェスとか結構出れたので、まあそこは来年もお互いいろんなところに続きって感じですね、感じですね。さあ、さて、まあじゃあ先に今年の感じですかね。今年の感じもうこの間この間やったし、それはいいんじゃない。いいかな、あの生配信でご覧くださいって、ご覧くださいって感じかな。まあ一応口頭でお伝えしておくと、はい、僕は結ぶ、結婚のケツだね。あはは、結果の、そうだそうだ、うん、結果のケツ、うん、糸編に基地ですね。はい、私はあれですね、女また力と書いて、はい、宣伝じゃねえか、どれどれどぜひ聞いてください入れておきます編集がめんどくせえなということで、だからもう一文字はこの間の生配信でフィジェラの皆さんのも、そうだね、発表はしたので来年の一文字にします。2024年2024年なんて未来だったよ。未来だったね。2024年かの1文字。うわー、何にしようか、難しいよね。よし、じゃあちょっと書きますか。そうだね、日付忘れないように、日付入れましょう、ね、日付入れとくのはすごいな、偉いなって思いましたね。優しくなれるだろう、苦しみ分け合って知らないあなたにも、はい、はい、書きました。細いと大変だよ。今度はちゃんと筆用意しとこう。あーね、ちょっとこれも書き初めやるか。あ、いいですね。ね、3月ぐらいになる。書き初め、そう、目じゃねえよ。さあ、できました。はい、どうします、ドンでドンってやってみようか。そうですね、じゃあこの一文字にします。はい、せーの、ドン。おー、私は祈る、実るね、実をつける。あー、綺麗にまとめましたね。着実、着実ね、の実、はい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 、って感じですね、はい、で出る、出る、出す、あ、出す、うん、あ、音源にせよ、自分たちも世の中に出る、はい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 、そして出演もいっぱいする。あー、出演のね、うん、あ、出すかな、どっちかというと制作をちょっとまたしっかりやりたいので、うんうんうん、それは荒木くんもちょっと言ってたけど、ヒゼロまでどんどんほぼ毎日というぐらいのペースで配信リリース、うんうんうん、バンドの方もしないといけないなって話をしてたので、うん、俺ほらずっと毎月1曲っていうのやってアルバムしたから、ちょっとこれもいずれもがっつり出したいなって考えてもらってっていう、まあ、出るだね、これは。ひとこわもいずれも我慢やすのにも世の中に出るっていう。ひとこわに関しては外に出るでしょ。そうだね、いろんな意味で出るです。出るです、ね、外出の出です。出出出外出の出です。弱くなったな、弱くなったな。僕はもう去年がナスで、うん、で今年が、来年は、あ、今年がナスで、来年はもう実り、実りね、もう
今度はナスとか抽象的なことではなく実らせるぞって、何かを実らせなきゃいけないし、そのためには着実に一歩一歩なるほど、うん、つけていこうと、まあ、現実的っていう言葉でもありますから、現実でもありますね。そうだね、まあ、結果を出すのも出すでもありますね。そうですね、まあでも焦らずという気持ちもあります。あのそうだね、大きな一歩に行く前の小さな一歩を大切にというか、うん、着実に。そうだね、何しろいろんなところにだから出れる、そうですね、結果を出せる場所をちょっとねやっていきたいですね。丁寧にやっていきましょう、という感じで。じゃあこれを、はい、来年来年の目標に掲げ、そして来年のまたこのぐらいの時期にでどうだったっていう感じに、ね、うん、なれる、そうでしたこういう1年でしたと言えるような、そうだね、1年を目指してよく出たなーっていう年にしたいね、なんかね、実ったねっていう、実ったっていい、やってきたことがっていう2024年にしていきたいですね。しましょう、しましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。そのためには外へ出よう俺らは。そうですね、間違いない、間違いない、はい、ということで、はい、どうぞ来年も、はい、一人じゃ怖いもんを、釜井康則を、荒木凛太郎を、よろしくお願いします。チャンネル登録、よろしくお願いします。